さあ、次の対戦者はこちらも帰ってきた伝説の男です。1年前までこのリングに君臨した絶対王者、ゲイリー・バスター・ホームズ。奇遇ですね、キリンさん。ソークン氏と安楽氏、お好みは？相変わらず日本語分かってねえな。伝説の極道 vs 伝説の元王者、注目の一戦、今ゴングです。これからだ。ありがとうございます。楽しいですね。フォーシャイン。最高。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。キリュウ、カズキ、キリュウさん、これはどういうことなんだ。俺にも説明がつかねえ。カズキを追ってきたらこの二人が立っていた。私が本物です。こいつらに監禁され気づいたらここにいたんだ。でたらめを言うな。お前が俺を脅してここに連れてきたんだろうが。
足つぼ行きますね。ちょっと痛いかもしれませんけど、我慢できなかったら言ってくださいね。痛かったですか？そうですか。それならいいんですけど。爆弾の方はどうなった？30個は解除できた。今最後の一つを真島のおじけが解除してる。真島の兄さんが？次は青やな。はい。なんや、腹の調子でも悪いんか？いや、故郷に残してきたお袋のことを思い出してしまって。なんでおかんと爆弾が関係あるんや？いや、お袋一人暮らしだから、自分にもしものことがあったら。せやからこうして解除しとるんやろが。でも親父、これでこの配線を解読できるんですか？アホか。俺がこないなごちゃごちゃしたもん分かるはずないやろが。せやけどやらにゃしゃあないから、こうやって勘を働かしとるんやないか。勘？勘なんすか？なんやお前、俺のこと信用しとらんのか？いや、そんなことはないっす。それなら早やれんけ。はい。あ、親父、最後の2本です。あ？めんどいや。どちらにしようかな、神様の言う通り。決まった。赤や。親父、生きるか死ぬかの選択なんです。もうちょっと真面目にやりましょうよ。うっせえボケ、もう赤に決まったんや。それ貸せや。嫌な夢ね。さすがだな、真島の兄さん。いや、今日はほんまに勘が冴えとったわ。百発百中やでな。はい。ありがとう。やめや、そないに感謝されるようなことしてへんわ。遊び半分ってとこや。さ、飯でも食いに行こうか。仕事すると腹がすくの。はい。じゃあキリエちゃん、
後のことは任せたで、女。そや、キルちゃん。リュウジとかいうやつに負けたら承知せえへんで。俺との勝負も残っとるんやからな。ええ。おじさんはカオルさんのこと好きみたいだよ。え？カオルさんの前では他の人と一緒にいる時とは違うんだもん。どういう風に？私と一緒にいる時のおじさんと同じかな。はるかちゃんと一緒の時はどんなおじさんなの？普段は静かだけど優しいおじさんだよ。けどね、いつもいろんな人が頼ってくるから、おじさんはすごく無理してるんだと思う。カオルさんと一緒にいると、多分安心できるから普段のおじさんでいられるんじゃないかな。そう。はるかちゃんって大人なのね。そんなことない。1年前の事件で、おじさんの辛いことや悲しみを知ったから、おじさんの気持ちがなんとなくわかるのかもしれない。どうした？尾行されていたのよ。シャレた店で飯なんて初めてだぜ。まあたまにはいいんじゃないのか。いい匂いがプンプンするな。そうだな。なれねえもん食って腹壊すなよ。それお前だろう。こんな店にこんなメニューあったか。なんか期間限定でヨーロッパからシェフが来てるらしいぜ。今だけ本場の料理が食えるんだとよ。おう、
何食おうかな。メニューに写真がねえからよくわからん。じゃあ俺は本場サーモンのマリネ、海の妖精仕立て、キャビアを添えてってやつにするぜ。お前それ何が出てくるか分かってんのか。そもそもなんて言ったのか分かんねえよ。なんだとてめえ、もう一遍言ってみろ。お前が言ってみろよ、さっきの注文よ。だから本場サーモンのマリネ、海の妖精仕立て、キャビアを添えてって言ってんだろ。やっぱ分かんねえよ。そりゃてめえの耳がおかしいからだろ。キリュウさんならわかるよな。ああ本場サーモンのマリネ、海の妖精仕立て、キャビアを添えてだろ。そうそう、それだよキリュウさん。よくわかったな。ちゃんと伝わってるだと。おかしいな。おかしいのてめえの耳だろ。さっさと耳鼻科でも行ってこいや。だいたいお前らにだけは聞きづれとか言われたくはねえんだよ。お前らだっていつも何言ってんだか分かりゃしねえじゃねえか。そんなことはねえよ。じゃあ天竜、そのメニューにあるシェフの一言読んでみろよ。お安い御用だ。皆様の心を震わせられる料理を目指しております。前菜からデザートまで断りの素材を使い、美味しさと笑顔の絶えないお時間を提供いたします。大切な人との素敵な思い出になりますように。なあな、じゃねえよ。全然わからんわ。シェフの気持ちが何も伝わってこねえぞ。それはお前らがこだわれたコメントに慣れてねえからだろう。キリュウさんにはちゃんと聞こえてたよな。え、じゃあシェフの締めの一言言ってみてくれよ。戦国、まあまあで。はるか、はるかを話せ。そないなでかい声出されたらわしのペットが目覚ましてしまうやないか。しとっての悪いけど餌になったりや。骨まで噛み砕いたる。リーグチャンピオンシップ、果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか。本気でいくよ。負けらんねえな。キャバクラグランプリナンバーワンを選ぼうの。杯を阻止するためか。せえ、天下の近江連合とこんなヨレヨレの組が杯交わすなんぞ、バランスが取れへんやろ。てめえ喧嘩売りに来たのか。ちゃいますねん、ちゃいますねん。今日はほんまに寺田藩を弔うつもりで来ただけです。それにわしも人の子や。厳粛な葬儀の場でドンパチやるほどアホちゃいます。お納めください。この写真は一体何だ。
それはなあマスター、俺は1年前からあんたのことを知ってる。だからできれば争いはしたくねえんだ。理由を聞かせてもらえないか。え、いや、それは誰に頼まれたんだ。え、いや、マスター、もう後戻りはできないっすよ。俺らはやるしかねえんだ。キリュウさん、俺たちのために死んでくれ、頼む。おい、何？これからだ。ありがとうございます。楽しいですね。フォーシャイン最高。やめろ。最高のプレイヤーロ、何もかも忘れてたっぷり甘えてえんじゃ。進む。あんたが好きなことが他人も好きとは限らねえんだ。こんな子守はもうごめんだぜ。決勝戦、
そろそろあの男がやってくるはずです。現地下闘技場チャンピオン、マジマーゴロー。半年前、このリングに突如現れた島野の強肩は今もなお負けるということを知りません。ドギモを抜く入場パフォーマンス、圧倒的な強さ、彼を倒すことができるのは果たして桐生なのでしょうか。今リングインです。どうや桐生ちゃん、かっこいいやろ。たくあんただけは読めねえな。さあ今度は正々堂々勝負しようやないか。今ゴングです。今宵は騒ぎましょう。Sure.